こっちめっちゃ伸び高いよな。いいのみたいな。カンカンもそうだし、ね、下げようと思ってたらそれ言うし。はい、密着、はい、という形にしようかなと。あ、本当ですか。ね、思いまして、いやぜひ入っていただきたいですね、はい、イベントとかではない、はい、何もない日にちょっと入らせてもらおうかなと思って。あ、っていうのも、まあ、やっぱりあれですね、売れっ子さんいっぱいいるんで、それ以外の方ってなかなか目立たないかなってイベントに入っちゃうと、はい、あ、確かに言われてみたらみんな結構活躍はするんですけど、やっぱその中でも頭一つ抜けてるのが幹部だったり、あの役職者だったりするんで、通常営業の方がラストソングも、まだ入ったばっかりの子が頑張って撮ったりとか、はい、ちょっとまあ今日もちろん忙しい営業にはなると思うんですけど、どんな感じの絵が撮れるかっていうのはちょっと未知なんですけど、気になったんですけど、ちょっとナンバーの方で見慣れない顔のことが入ってたなと思うんで、はい、あ、そうですね、ぜひ紹介していただければと思います、はい、最近、まあ、常連のメンバーもいたり、あの若手の新勢力もナンバーに入ったりしてるんで、うん、はい、職業イケメンで知られるエアーグループよりグループ史上最速で月間店舗売上1億円を突破した最も勢いのあるホストクラブ、エース。そんなエースに2人の新人ホストが入店した。で、1人目がひなたってことで、先月でいうとナンバー8、まだ始めたばかりだというのに、このエースっていう店舗で、まあ、8。軽く聞いた感じでも、まだ数ヶ月とか。あ、そうです、はい、本当まだ新人期間って新人期間ぐらいなんですけど、売上が、まあ、新人の売上はもう優に超えてるなっていう。で、まあ、その隣ナンバー7にいるレオ、もちろんイケメンでしたし、あの受け答えもすごい真面目で、あの期待はしてたんですけども、こっち側もちょっとびっくりするぐらいの今成長というか成長スピードがもうほんと早くて、で多分それが結果にもナンバー8と7で出てると、はい、思うんですよね。で、まあこの2人同期で、いやすごい仲も良くて、ただ仲がいいんですけど、ちゃんとこうお互い負けたくないっていう、どっちが先に新人賞を取るかとか、もうそれも誰の指示でもなく切磋琢磨やってきた2人なんで、必ず今後、エースの顔になっていく2人だとは思うんで、ちょっと注目していっていただけたらなと思って。入店からわずか数ヶ月にもかかわらず、圧倒的なスピードで結果を残す2人。店内では接客中の2人を発見、彼らの営業中の様子を撮影させてもらうことにした。めっちゃ遊びに行くよ。ボーリングめっちゃ上手くない？うまい。エンジェルビンチ。プライベートでも仲がいいという二人。息の合った接客で席を盛り上げる。ここで一旦席を離れる日向。今日はそんなに飲まへんの？今日こっちめっちゃ飲み高いよな。今そんな言うけ？今の月に飲み高い？いや、僕は毎日飲み…いや、何もない。余裕の日以外何もない。飲むしかないよね。テキーラ飲みたい。テキーラを勧めるレオ。彼女めっちゃ綺麗だよ。ってことは初めてってこと？12かな。12人は普通なんですよ。飲みたい。入れていい？お願い。飲みたい。こっちはもう飲む。飲む以外何も好きない。うん、大丈夫。あったら喜べてるやつ。分かった。じゃあ、持ってきていい？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。うわー、超綺麗なんじゃないの？これ、めっちゃ綺麗よね。それ、グッドー！
まあでもね、こんなにあるからね。え、時間とかはそんな大丈夫だよ。あ、そうなんや。まだボーリング行ってるから。ボーリングでも帰ってこ、こちら気持ちよかったまで帰ってこ。観覧車あるやん。ボーリングくらいだよ。行ってねえよ。めっちゃ綺麗やん。めっちゃ綺麗じゃない？イエーイ。ガバシだ。それグッド。グッドグッド。え、熱くなってる。ちょっと。複雑な表情を見せる日向。じゃあまだ酔っ払ったな。じゃあ失礼します。ここで再び店内の様子を撮影しようとすると、本当の月が見たいなみたいな感じだったら、あ、でもなんかそんなに悪い遅ばいってる。先ほどの席での接客について話し合う2人をカメラが発見。こっちめっちゃ波高いよ。お客様に無理にオーダーを煽ったことが原因のようだ。え、そんなこと言ったらどっから来てるんですか？どっから下げようと思ってたらそれ言うし、こっちはコスプレ飲んでもいいと思ってたから、それで言うんですか？二人のやり取りを見ていた先輩キャストが止めに入る。そしてこれ以降、二人の間で会話が交わされることはなかった。次回、わだかまりを抱えたまま迎えるイベント日、二人はどうなるのか。まあでも今日の結果が物語ってるから、今日入れてないじゃん、エンジェル。アートだらけ友人です。なんなの、この度100坪超えの豪華内装、長居大店舗にクラブアート移転しまして、毎日大盛況となっております。よいしょ、よいしょ。移籍者も続々と参戦決定です。まずは電話と LINE をしてください。お待ちします。よいしょ。待ってます。待ってます。